始まりました。初音と、うららの、HT ラジオ <laughs> <laughs> 今回もラグは気にしないでください。はい。今週も先週に引き続き、ツイキャスのコラボ生配信で、生配信でお届けしていきまーす。ね、なんかちょっと、はい こうやって話すの、なんか連絡はさ、ずっとさ、取り合ってるやんか、今日もずっと取り合ってたやん。うんうんうん。でもなんかこうやってさ、顔見て喋るのは、なんかちょっと久しぶりな、なんか一週間ぶりって感じ。一週間ぶりやね。先週、先週のラジオぶりや。そうそうそう。そうえ〜元気なのでは。元気なのなんかもうただの友達の。友達って感じ。元気してる元気なん食べてんのみたいな。そう。 <laughs> そうなんですよ食べてないんですよあんまりねなんかさ先週もさ話してたけどさあのうーちゃんはほんまに普段から人とたくさん会うやん、うん、だから外に多分、うん、あの一緒にご飯食べに行ったりとかあのすることがすごい多いと思うねんなだからやっぱり<う>なんかそういうのでご飯食べてることの方が多かったのかなと思ったりしただからいやもう完全にそうやってことが分かった今回 <laughs> 本当に二週間ぐらい家にこもってる状態が続いてて、うん、であのー、人と会わないと食べないご飯。んえー、あかんよ食べるの別に好きじゃないしないそっかえっ、ー、もう食べるの好きだから考えられへんけどう,うんそっか <laughs> <laughs> えー、え今日は今日は何か食べた今日はうん。 そう、久しぶりにお昼ご飯を食べましたうん、うん、あ、ほんまにえ、じゃあ、うん、なんかさ最近作ったもの発表大会しよう最近作ったものえー、っと適当チーズリゾットみたいなモドキチーズリゾットモドキ簡単に作れるめっちゃ簡単えどうやって作るか教えてえっと うん、<laughs> メモ取んなよ <laughs>。<laughs> <laughs> えっとですね、うんあのー、チーズとまずあの、うん、炊いたお米はご飯う,んう,んうん。チーズと炊いたお米と鶏ガラスープの素。ほほほうほうほう 私この鶏ガラスープの素はもうほんまに優秀と思っててうん、うん、無添加のやつ使ってるんですけどリゾットとか作る時って多分コンソメが多いねんけどなんか鶏ガラスープの素は中華にもいけるしイタリアンにもいけるなってちょっと思っててうん、うん、でもうほんまに水と、うん、あ水っていうか鶏ガラスープの素と得やんお湯か水で。うんうん、でそれを、うん あのご飯にぶち込んで,うん、うん、でそれ鍋にぶち込んでうん、うん、でそこにも塩コショウとチーズだけかな、うん、えそれでくつくつするだけってこともうそうほんまにそうすごいで多分ね、ねんかもうちょっと加えたかったらめっちゃみじん切りにした玉ねぎとか、うん、へもういいかも玉ねぎ入ったらめっちゃ美味しそう。そう 美味しいしですよすよごないお米とチーズだけやででそれ <laughs> でも,でもさ、うーちゃんってさめっちゃそういうの好きやんな。なんかもうそれだけみたいなやついあの食べに行った時もさじゃがいもだけとかさそ,う、ね、もうそれだけっていうのめっちゃ好きやんな。何か何々と何々の何々みたいな料理とかもういらんこと必要ってな、うん。<laughs> そうやんなもうなるべくシンプルに混ぜないでやってほしいっていつも言ってるもんなそう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 均一化してほしい味を<ー>そうやね <laughs>、はい、えでもこれは簡単にできそういやめっちゃ簡単だ私もやってみる私なんか最近作ったっけなえっとねえー、なんかでも普通のやつしか面白いのなんか作ってないな <laughs> <laughs> あ、でもこの間この間ナポリタンがすごいあの喫茶店好きやからさなんか喫茶店で食べるパスタみたいなが食べたくなってナポリタンをレシピを調べて作ったんやけど、うん、すごい美味しくできたへ、えー、んかねあのケチャップにちょっとウスターソースを入れるっていうレシピやってんけど、うん、めっちゃ美味しかった、うん ウーちゃんナポリタンってでも具だくさんやからあんま好きじゃなさそうなんかせやな <laughs> <laughs> もう大体わかるわウーイラんなっ,ってなる <laughs> なんかあのもう別で持ってきてほしいあのピーマンとか玉ねぎとか入ってるやんあ,<ー>あれもうさ別で温野菜として持ってきてほしい <laughs> パスタはパスタ野菜は野菜で別でもああなるほどね うん、なんかさ <laughs> この食べ方の話まあ先週もやったけどさあれカレ,ーカレーの食べ方もなんか前話さへんかったっけカレーの食べ方話したっけあれ絶対先に混ぜへんのかなんかさ、うん、普通さご飯があってあ<の>カレーがあって,こう一一てちょっとずつこうちょっとずつえでもちょっと私どうやって食べてるやろちょっとずつ食べるところからこうやって。 ちょっと混ぜて食べてみたいな感じやけどな私真ん中のその、かかってるとこあな、な何二人が境<目>くっついてるとこごはとカレーの、ね、そ,そこから食べてそう。うん、食べてはそれをまた寄せて食べて寄せて <laughs> 食べてあっイヤリング落ちたえで寄せるやろだってだからずーっとその く二人がくっついてるところから食べたいね。わ <laughs> かる?。いつもな、こうちゃんと、こうデュエットされてる状態で食べるってことね。うん。ちゃんとね。うん、いい感じにね。なるほどね。そう,そういうこと。わかりました。<laughs> じゃあ、ちょっと今日は、お便りでも食べ物の、あのお便りメッセージが届いてるので。うん、この続きはこの後またしましょう。<お>ということで、今週もこんな感じでお届けしていきまーす。はい 初音とうららの HTU ラジオお便りコーナー、はあ、はい、HTU ラジオではみんなからのお便りをたくさん募集しています、えー、今週も届いているのを紹介していきたいと思います、はい、まずははい、えー、ラジオネームゆうちゃん、えー、初音さんうららさんこんばんはん、えー、今週生配信ということで急いで書きました 初音と u r a b さん初音と u r a のファーストアルバムを歌詞を見ながらゆったりコーヒーブレイクできるときに聴くのが好きで最近の優雅な過ごし方なのですが 2>, <お>、えー、2人にとってこの歌のこのフレーズにこのメロディーに注目してほしい好きな部分なんだよねーという聞きポイントがありましたら教えてほしいですというのをいただいたんですけどみんなさ<お>あれ見てくれたかなあれ。ねっあれ本当ナーノーツ。 見てくれたのかな <laughs> あの結構頑張って書きましたよそう結構頑張って書いたんですよただねあの、うん、この HTU ラジオのお便りに全く感想が届かないんですうん <laughs> 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 ライナーノーズの「読んだよ」っていう,う感想がないので、ね、そうなんですもうこのラジオは,は、ね、初音ファンとうららファンしかいないはずなのに あのライナーノーツの感想が飛ばかないってどういうことなんですか。<laughs> ほんまやで。ほんまやで。見た、ほんまに見たみんな。な、でツイッターとかで、ね、あの見た人がちょっと書いてくれたりとかしててあのすごい嬉しかったりとかもしたんですけど、うん、なんかライナーノーツっていうのはその何ていうのかな曲をこんななんかこんな気持ちで書いたんだよとかあの実はこういうことを書いてるんだよとか。 なんかそういういのを、ね、改めてね、うんまあ、ラジオとかライブでも話してるんやけどなんか文章にするとまた見えるものがあるのかなと思って、あのー、やりたいなと思ったのを先日発表したんよね。すごいさあのそのラジオとかライブとかでも話してるんだけど、うん、それって、ね、お互いおるところで話してるやん。 ライナーノートは全く別々に自分が思ったことをばって書くみたいな感じで書いたから相手が何書いてくるかも分からへんしほんまに自分の判断で書くみたいな感じで書いたからそんなこと思ってたんやみたいな出来上がって初めて読んだから私も読むのがすごい楽しかったうーちゃんのやつ。わわわかかかるるる ねね、読み物としてすごい<う>あのいいものになってるからなんかちょっとゆっくり読んでほしいですねだからあの、うん、時間がある時でいいので本当にあに暇やなーっていう時とか,、うん、な,んかなんかやることないなーっていう時がもしあったらあの2人のアルバムのね「ダ、うん、イナーノーツ」ぜひ時間ある時に読んでほしいなと思っててその中で、うん、2>, あの2人のそれぞれの,なんていうの,あの歌のテイクの好きなところとか ここめっちゃいいんですみたいなのも書いてるのよ。うんうん、ね、そうなのよ。うん、あれの面白かった。あのー、え、それ, <laughs> それ、それ、それの話していい<あ>、うん、いいよ、いいよ、いいよ。私の歌い方の真似してるっていうのをちょっと今度披露していただきたいなと思って。<laughs> いや、もうさ、<laughs> 甘い子、甘い声との、甘い声との。<laughs> <laughs> ここ,こ,こ,ここやりたくなるやりたくなる場所 <laughs> これ4月もそうだねわかるけどわかるけどこの「い」っていうあのそこがすごい好きあなるほどね似,似てる,似てるてそれやってるんやんそう結構好き <laughs> そうなんか2人でおる時に音楽番組見たりとか歌の話したり私はよくいろんな歌手の人のものまねをするんですよ。結構昔から来んな人の歌い方をすぐにやったのほんまにそうでこれね小学校中学校の時から特技というか。 確かに人前ではあんまり人前というかオフィシャルではちょっとあんまできないんだけどよく人の真似をしてるんだけどなんやハんちゃんもしてねねやんと思ってうんちょっとじゃあもうそこは真似せずにはねいられないでもちょっと共感してくれる人がいて嬉しいですねうん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 そうそれ気になっててそう かそれはね、その、聞きポイントとか、あのお互いの好きなところとかね、うん、文章にしたので、ぜひ、時間あるときに読んでほしいなと思います。ね、読んでください。いあとはね、うんとね、どれ読もうかな。<laughs> これ <laughs>、えー、ラジオネーム右右さん、新コーナーの提案のメールです。右右 なんでしょうか。<お>ええー、初音さんやうららさんが食べ物の話をされているのを聞いて。美味しかった食べ物を覚えておくことにしました。題して、初音さんやうららさんに食べてみてほしい食べ物を紹介するのコーナー。おお<ー>。<laughs> これどうですかね。なるほどね、えー。ちなみに、えっ、ー、と、右右さんは。ね、釜揚げしらす丼、あおさのりのうどん、桜エビのかき揚げそば。です。 ちょっと全部こう磯の香りを見つけてるのにねうんそうそうそう餃子餃子のねうん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 そうだから多分こう割と磯の香りがするものをなるほどね並べていらっしゃるんだと思うんですけどうんはいねっていう食べて美味しかった食べ物か今日はちょっとじゃあ生放送だからあの みんな今パッて思いつくのがあったら私たちが喋ってる間にぜひ書いてほしいと思います読むだけ読みます最近食べた美味しかったものもうどん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 って書い,書いて,てくいああ<ー>私何やろ最近食べた美味しかったもの何やろうん,うんだってうーちゃん食べてないんやろあ <laughs> でも、うん、あのねあのー、母親から荷物が届いてあ、うん 届きまして。スーちゃんママ、えー、めっちゃ物資送る送ってくれるな。<laughs> めっちゃ送ってくれる。<laughs> その中にね、これ好きやろ、うん、買っといたよっていうのが入ってたんですけど。そう。ええー、関西だし醤油のさポテチ。ああ、ああのポテチって東京には売ってないか,か。関西にしかないやつ。そっかー。そうそうそう,そう美味しいよね。だし醤油のやつってやっぱ関西ならではなのかな。あれめっちゃ美味しい。 あれ一番、トもうポテチ市場一番美味しいと思う。チョコレート、豚のタン、えー、極細ポッキー、味噌ラーメン、ジンギスカン、ミチプー、お寿司、たけのこごはん、お寿司、アクアパッツァ、<ー>餃子っていうのが届いてます。おしゃれ。餃子いいね。餃子食べたい。餃子好きです。餃子好きよ餃。餃子食べたい。私も食べたい。 いいなな、よく食べに行きましたよね、うん、うん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 。また食べに行きたい食ね食べたいなエビ。おお、みんないろいろ食べてる <laughs> めっちゃ,めっちゃみんなちゃんと食べてるエビフライ海鮮丼すごいねのり塩が好き私もポテチポテチのり塩が好き だし醤油も好きやけど。えー、のりしおが好き。<laughs> 絶対、絶対だし醤油やわ。<laughs> ミートドリア。明太。で、えー、も、これ。いろんな。ところの人がいるから、あれやけど。うんうんうん。村雲スープ。あのー。関西だし醤油、ちょっと関西行った時、絶対みんな食べてくださいね。関西だし醤油ね。美味しいよね。うん。だし醤油って感じ。エビ。とろろいも、アジフライ。<laughs> めっちゃいっぱい。 はいみんなの食べたものを聞かせてもらいました <laughs>、ね、この新コーナーどう思う、ね、この新コーナー <laughs> いやこれさ多分、うん、なんか右右さんも提案してくれてるやん食べてみてほしいものを紹介するこれね、うん、多分9割私が食べられないものなんですよわ、ねうん、かるわこれなだから <laughs> そうなんですよ私と 私とうーちゃんは違うんです同じと思って送っちゃダメなんです <laughs> 今日もちょっとさえちょっと話脱線しているいちょっとなうんいや今日考えててさっきうん、うん、なんかそのうん、うん、私結構こだわり強いけどうん、うん、人が言うことに対してあんまりそれ嫌やとかは言わないんですよあ<ー>なんかああじゃあそうするって結構言うのねで、 それなんでなんかなーってちょっと考えててんけどこだわりの強さが異常すぎて<ー>誰にも理解されないっていうことを前提に生きてて、うん、なんか自分と自分の気持ちを分かってくれる人なんぞいるはずがないみたいな気持ちで生きててそうだからあのもうそれを出さへん言わへんみたいな。 っていうのはまあ、仲い,い友達には言うけど基本的にはあ全然あの好きな店行こうよって言ってそこでお腹空いてないって言って食べへんっていうパターンやんなそれ言ってたよな,なんかそんな感じでもうん、やっててそ,っかそうな、ね、ちょっとこだわりの強さがね,なるほどね異常なんですよ多分うんでもそれがうっちゃんやからな<そう><笑><笑> そうかね仲いい人と行くときはもう堂々と言うけどねうんそれ無理って言われることそれ私食べそれ言われるからでもだって言ってくれて言ってくれてわかるから言ってくれた方がいい私は仲いい人には言いますねうんうんうんそうやんなじゃあこの新コーナーはキャッカーです えー。餃子です。<laughs> 餃子、そう、餃子はうーちゃんが好き。餃子は好きです。餃子好き。餃子は好きです。はい。<laughs> はい。えー、次はね、えー、この、この悩み相談何えっ、ー、と、ラジオネームキヨさんからです。えー、はつえさん、ララさん、こんばんは。 えっと、いつもいろいろと楽しいことを考えてくれていて嬉しいです。お悩み相談です。あの、まさに初ネと裏がコースターを、これね、<え>毎日使っているのですが、コースターにグラスを置くとせっかくの可愛いイラストが見えなくなっちゃうんです。泣き<れ>顔、えー。使いたいし、でもイラストを隠したくないし、どうしたらいいでしょうかという質問だ来ましたけど。<laughs> でもこれさ作る時にちょっとそれ言ったよなこれのせたら隠れる、うん、これのせたらちょうど隠れるな言ってたあいちゃんそうねうちょっとそらすこ <laughs> えでもさこれはさもうさもうここが置き場所なんだよっていう感じで隠すのがいいんじゃないですか <laughs> そうやね

歌あげたらリービングルームみ <laughs> 感じで見えるのがいいと思います。それがいいと思う。ちょ,ちょっと寂しいときは一人でそれを、ねうん、歌ってこう。聞き続きこのコースターを使って、ね。歌ったら飲まれへんから。おもろい。 はい。そういうもんですよ、コースターって多分コースターってそうや、んなだって。はい、ありがとうございます。ために生まれてきたんだから、コースターはね。それで。そう。飲み物。そういうことよ。飲み物を、こう机から守ってくれてるわけです。はい。違くない。え、なになになに。机を飲み物から守ってるんじゃ。なんて言った、私。飲み物。なんて、飲み物。 じゃあ天から守ってるって言わんかった今。<laughs> もうなんあれどっちっな何何にしろ何にしろ守ってるんですこの境目をね <laughs> 机を。机を守ってるんです。机が何してくんねん飲み物に。<laughs> あそういうこと。逆や確かに。<laughs> はい。えっ、ー、と次は気を取り直して<ー>、えー、応援してのコーナーです。はい。ラジオネームはにマさん。 えー、初音サつラさん、うららさん、こんばんは。改編の荒波を乗り切り、ラジオ2期おめでとうございます。んんありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。えー、4月といえば移動の季節。えっ、ー、と、会社のね、えっ、ー、と、私も数十人が勤務する職場から、七八、うん、人の地方の職場に移動になりました。寂しい。しかもみんな、50代、<う>60代の方ばかりで、えー、話が合うかが未知数。初音サさん、うららさん、どうかそんな私を応援してー、うん 谷川さん、<ー>頑張れー頑張れいけるか頑張れこの声届いてるかー <laughs> <laughs> でもそうやんなー。まあそうか。確かに4月とかとクラス替えとかもさそ,う、ね、そうやんな。だってただでさえさ、いろんな環境が変わる時期やからね。うんうん。 確かにでもなんかそのそういうドキドキもいいですねなんかそのああ<ー>新しいこうところで、えー、うーちゃんってさ私は友達作るの好きやからな,なクラス替えとかさあ,あったやんかクラス替え、うん、もうしたらすぐ「ウェーイ!」って感じな,、うんな「なあなーなー」みたいななんかな <laughs> これこれほんまに私ちょっと17歳ぐらいで変わったんですよこれ<え>あのねなんか 十七歳の時に、その高校二年生になる時に、うん、あの高校一年の出だし失敗したんよね。え、ちょっどういうこと？そのスロースターターやってん。あ、そうなんや。へえ。<laughs> そう、で、なんか一歩こう遅れちゃって、なんか最初緊張、変に緊張して遅れちゃって、で、あのうまくなじめなくって。うんうんうん で気づいたら友達全員男子やってへーそれもすごいなんかちゃうってなっ,ってて <laughs> それもそう別に男子ともずっと仲かなかったけどん,ななんかそのそうなんかうまくいかんくって、うん、でも結局7月うん,、うん、なんかその夏休み入る前ぐらいかうん、うん ぐらいにはもう仲良くなっててんけど、なんかその最初もったいなかったなってちょっと思ってて、もっと早く友達作ったのなこうになる時は、そう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 、もうこんな風になんかなったらあかんと思って、青春をするために、私あの中学生の時に一回歌やめてるやんか、歌とかやるの、青春するために全部やめたのに、青春せんでどれへすねと思って、すごい。 思いい切りがすご高二のクラス外から頭から「どうも!」みたいなもう誰でも話しかけてきてやみたいな芸人さんやんその入りしましたそう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 やねんかとがんのやめてちょっと尖ってたんやそうなんですちょっととがってたところがちょっと尖ってたかもえっってなかったなんかそのさ 中学ん時とかちょっとみんなと違う空気みたいなの出してなかった、えー、いやでもさいや私はでも母ちゃんは私はなんかんなうん、うん、私そもそも友達とそんなおらへんかったからうっちゃんはすごい仲良くしてくれてたって感じ<笑><笑>だから全然私はそんなふうに思わへんかったけどな全然でもあれやで私だから意外と母ちゃんぐらいしか、うん 今も連絡取ってる人っておらへんしさあの当時の結局そのあそこでねあーそっかそっかー、うん、あもそう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 、えー、なんか結構みんなはうん、うん、わっとわで仲良かったけどうん、うん、なんかそのなんやねちょっと尖ってたからこう <laughs> 私別にそのは入らんで <laughs> ええしみたいな感じちょっとあったからうん、うん、意外と そんななんか群れてなかったなと思うけど、な,どね、なんか高校生からはちょっとそれを楽しみだした感じだった。そう。<laughs> うそうなんですよ。そう,よそうだよね。そうだね。でもなんか群れて、ね、新しいことが始まるから、ねうん。その輪の中に入ってワイワイ楽しむのも楽しいし、でもなんか、うん、まあ格好つけたりとか、まあ、一人でいる時間も大事だからね。 まあ、いろんな時があっていいんじゃないかなと思いますけどハニワさんには全然関係ない話になっちゃったけどでもあれやわ<れ>だから、あのー、私が心がけてることは、うんあのー、最初全面的に人を信頼するんか全員いい人やと思う で、ね、全員いい人で全員信頼して、うん、それで裏切られたり嫌なことがあったら離れたらいいだけやから、うん、なんか最初からもしかしたら傷つけられるかもってこう行くと、うん、相手も「あこの人なんかあんまり心開いてくれへんな」みたいになっていくから、うん、なんか別にそれどっちがいいってわけじゃないけど、うん、私は結構最初からもうオープンみたいな感じで行って、うん、傷ついても。 ままあまあしかたないしかたない言いたいけどまあ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 ありがとうみたいな気持ちになるようにしてる <laughs> <laughs> なるほどなそうですそうやって,りってきまでもウちゃんそうやなって思う,う,うでもウーちゃんの今年の目標はなんて言ったって怒れる女になるやから <laughs> あのそれを忘れないでいてほしいなと思いますにわ <laughs> さん新しい新しいところで頑張ってねー <laughs> 頑張れ、はじめさん。<laughs> もう一個褒めてのやつ読みます。ラジオネームたけさん。はい。えっと、本日、し、あ、四月八日から、私もついに在宅勤務に突入しました<っ>、えー。長い社会人人生でも初めての出来事で、戸惑いながらも一日を終えました、えー。静まり返った家で一人、これからのことに漠然と不安に駆られながら。ここで負けたら、初音さん、うららさんに会えなくなると思い。うん、明日から不安を超えるべく、仕事に励む覚悟をしました。うん えー、そんな僕とそして脅威の前線で戦うすべての働くみんなにエールをお願いします。頑張れー！たけ<ー>さん頑張れー！なんかちょっと泣きそうになった、ね、泣きそうになってしまったちょっと、うん。もう本当に、うん、頑張れみんな。みんな頑張ろう。うん。<laughs> うん、今今今聞いてくれてるみんなもこのアーカイブでね見てくれてるみんなも、うん。こんな。 なんてことないな頑張ってるよね聞きに来てくれてありがとうございますねみんな頑張ってるよねこの時間がそういうなんかこう,うなんか忘れられる時間になってればいいよねちょっとね,そう,ねそういう,うこう不安とかね辛いこととかをね多分なんかどんななんか家にいても多分辛いことはたくさんある、うん、あるし一人でいても辛いこともあるし、うん、やっぱり誰かと いても、やっぱりさ、人といればやっぱり、なんていうのかな、しんどいことも増えるだろうし、あの助け合えることももちろんあるけど、うん、なんか人それぞれのいろんな状況で本当に大変なことが今あると思うから、うん、みんな頑張ってるよね。うん、ほんまにそう。うん、みんな頑張ってるよ。<ー>なんか、あのこういう状況やとさ、なんかその、うん みんな頑張ってるしみんなしんどいから自分しんどいって言っちゃいけないって思っちゃう人も結構いると思うねんけどもう逆にみんなしんどいからもう言おうって思ってるしんどいってなしんどいなってみんな書いていいねんで言っていいねんでみんな言っていいねんでそうだよ共有していきましょうより越えよ けさも頑張ってくださいいつもお疲れ様ー頑張れたけさん, <laughs>、うん。はいじゃあ、えー、と今日の最後のメッセージいきたいと思いまーす。<い>えっと<お>ラジオネーム JR インディアさんからです。えっ、ー、と楽曲リクエストなんですけど HTU の皆さんこんばんは食べてますか<お>リクエストは今夜の ゲストで、先日、先、先日やって、先日ソロデビューを果たした、ウララさんの、ボーイミーツガールの向こう側をぜひよろしくお願いします。というメッセージをいただいたんですけど、<laughs> まずは、ウーちゃんゲスト来ちゃソロの、ソロの曲、リリースおめでとう、はい、イェーイありがとうございますわー。ありがとうございます。ボーイミーツガールの。こんな話をしていただけるとは。 おめでとう。そうなのよ。ね、あの、楽曲のね、あの、リリース、えっと、いつやったっけ ?4 月の、あれ、昨日だっけえっとね、昨日。昨日、8日か。うん、8日。にね、あの、出したんやけど、ちょっと多分ラジオで楽曲はなかなか、まだ難しいかなと思うのですが、ちょっと私はいち早くこのボーイミッツガールの向こう側を聴かせていただいています。 なんですかそ <laughs> なんかさ初音構でもとあれよね、うん、できてすぐ聞かせたもんね聞いた聞いた聞いたなんかさ、ねうん、初音とうららで今やってるいろんな楽曲だったりもうあるし、うん、マサリンの曲ももちろん今まであってなんか、うん、その今まで世に出てるうーちゃんの楽曲とはやっぱり全然違ってなんか私はお なんやろう、うーちゃんがなんか普段、鼻歌歌ってる感じとかなんか普段こうもう喋りながらそのまま歌っちゃう感じのうーちゃんの感じがになんか一番なんか、すごい近いなーってなんか思ったの。お<ー>だから、世に出てる感じとは全然違うかもしれないけどいなんかそのうーちゃんを知ってる私からするとすごいなんかそのまんまを感じたんですけどですけど。 あのうららさんはこの曲を初めて聴いたときはあ、まずそのちょっと、またライター出てきた、この,曲あの書いてもらうときは、なんかこう、自分からオーダーしたりとかあの、首都曲どっちも書いてもらってるんやんな、うん、なんかどういうふうにこの曲はできたんですか。あライターさん、また来られたんですね <laughs> あの、名古屋で降臨したライターさんが。<laughs> <笑><笑>あ,あのそうですねあの今回の「のボーイミーツガールの向こう側」っていう曲は、えっと、<laughs> 私がずっと高校生の時から好きだったダブル・オ・テレサっていうバンドのボーカルの植木優斗さんって方がいてでその方に書いてもらったんやけどはい、ねえー、じゃ<は>この「ボーイミーツガールの向こう側」なんですけどうららさんどこで聞けるんでしょうか <laughs>、うん こちらはですね、各配信、音楽配信サイトにて、えー、購入、ダウンロード、またはサブスクリプションにて、聴いていただけますので、うん、ぜひぜひ皆さん、たくさん聴いていただきたいなと思います。はい。ということで、今回は、えーと、新曲、初めてのソロ曲をリリースされたうららさんにお話をお伺いしました。 ありがとうございました。<laughs> これも私退職するやつやん、こっから。<laughs> いや、まださ、こうって。<laughs> え、これなんかさ、URL の,の,のさ、あれやな、うーちゃんのツイッターとか <laughs> 見たら載ってんのうん。オッケー。ツイッターもインスタも載ってるから見てくださいで、ね、情報初めて聞いたよって人がいたら、もしいたら、えー、ぜひうーちゃんのツイッターとかインスタとか、えー、チェックしてもらえたらなと思います。ぜひぜひ。 はーい、中継先のうららでした。HTU ラジオはい、お送りしてきました、初音とうららの HTU ラジオ、エンディングのお時間です。はい、今週はいかがだったでしょうか。 えっと、私たちは、初音とうららのライブをして、もうすぐで、はいえー、丸1年、初音とうららの初めての二人のライブをしてから、<年>えっと、丸1年にやるんですけど、えー、丸1年を迎える、うんえー、4月の16日、来週の木曜日に、えっ、ー、と、はい、ワンマンライブの配信っていいのかなうん。はいはい、を予定しておりまーす、うんね。はーい。はい えっと、ツ <laughs> イキャスからの、えっと、有料配信をする予定にしています。えっと、チケットの販売情報とかはまだ出してないので、はい、えっと、ツイッターに、えっと、いろいろまとまり次第載せますので、皆さんぜひ、えー、情報を待っていてほしいなと思います。よろしくお願いします。7月16日の夜、配す夜9時の予定ですす<る>うん。あ、ごめんねうん、うん。うんうん、大丈夫。えっと、配信するアカウントは、多分、私の方のアカウントにあるかな、うん、そうね、うーちゃんの、 本のツイキャスアカウントから、<う>えっと、配信する予定でーす。うん、はい。うん。あの、二人でね、あの、スタジオから配信をするんですけど、あの、ちょっと、二人なのに、うん、あの、二人なのに、そんなに離れるっていうぐらい、もしかしたら、ちょっと。 仲悪いんかなっていうぐらい離れて歌ってるかもしれませんけど <laughs> 私たち二人はあの仲悪くありませんので皆さんぜひそこは心配しないで <laughs>、えー、お家で見ていただけたらなと思います <laughs> お願いします噂流れるかもしれへんからな <laughs> そうやな <laughs> ほんまなんか悪いんじゃんみたいなねそんな心配はしないで見てもらえたらなと思いますえ <laughs>、はい、詳しくはツイッターとかに載せていきますね,、うん、うね皆さん楽しみにしててください<そう> <laughs> なんかみ、はいうんなをが楽しめるようなことをまあ今考えたりとか頑張ってね,やっ,ねやったりとかしてるからいややってますやってます、えー、楽しみに本当に はい、やってますよね、らら今日もやってましたよ。常に歩みを止めてないですから、もう、ほんまよ。楽しみにしていてほしいなと思います。ずっと、ずっと、はすめとうららのことやってるもん。<laughs> 今日もね、<laughs> 今日もめっちゃやり取りしてたもんな。<laughs> うん、な、ほんまに毎日なんか、<laughs> あのさ、あこれもあれなんですけど、あのーうん、YouTube に、えー、とカバー動画をアップしたんですよ。そう。で えっとそれも皆さん見てくれたと思うんですけど、うれもうあれの時とかも何回、<laughs> あこれ、ちょうど来てるわ。<laughs> キャットが先輩のところ <laughs> そ<う>。そう、犬かキャットか死ぬまで喧嘩しようを、ねね、まず4人で乗せました。 なんか <laughs> あのー、その時もすごいやり取りしてやったんですけど、うん、あれもなんかもっとちょっといろいろ作っていけたらねいいなと思ってるのでみんなでやりたいね。頑張りたいですね。はい、うん、楽しみにしていてもらえたらなと思います。はい <laughs>、はいえー、H T U ラジオでは皆さんからのお便りをたくさん募集しています。はいえー、アドレスは H T U R A D I O アットマーク G メールドットコム えー、タイトルにラジオネームを入れて、えー、皆さんぜひお便り送ってください。あのー、YouTube の感想やライナーノーツの感想でうーちゃんのソロの曲の感想などなどでももちろん大歓迎だし、えー、と食べ物の話でも、えー、何でもいいですのでぜひ、えー、あのー、一言でもいいのでね読みますから送ってもらえたら嬉しいなと思います何ずっとハート送ってんの <laughs> <laughs> ちょっと古めのやつからやったから昭和のハートからやったから <laughs> 全然見てなかった <laughs> なんかこうやってやるねあれ逆かこれやろどそれ何指でやるあこっかこっかあれあそう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 こっかポ <laughs> ンポンポンはい <laughs> はい

うんうん、ライブでお会いしましょう以上初音とうららでしたおやすみー,バイバーイ初音とうららの h D u ラジオ <laughs> あちょっと待ってじゃあ <laughs> はーちゃん業務連絡します、うん、いいよいいよいいよ あのライン送るなオッケー見てるうん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 とえっちょっと待って5時がひどすぎて何言ってるか分からへんや <laughs> <laughs> 5時よ <laughs> ごごめんごめん <laughs> ごめん,ごめん <laughs> やめた